将軍アッパレード。四代家綱は将軍という肩書きの傍ら、大人気漫画家キャッスル姫子としても活躍している。そんな彼の部屋の前には春期間近づいてはならないという暗黙の了解があるらしい。あ、怖いな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 。なんだこの気配。確かこの部屋は家綱様の。けいき、家綱様。ちょうどいいところに来たね。力強っ。ケーキは僕の漫画を読んでくれているよね。はい、そうですね。ちょっと読者目線でこのネーム読んで感想聞かせてくれる？面白い。読み終わりました。すげえ面白かったです。本当？よかった。それじゃあこれ印刷所へ回してくれる？かしこまりました。当日搬入するよう手配しておきます。見本は夕方上がりますが、チェックは私がする形でよろしいですか？うん、それでいいよ。あとは伊豆に任せる。さようせい。仰せのままに。では早速印刷所へ行きますので失礼。えへへ、今度から完成原稿はケーキに読んでもらおうっと。さっきの原稿って。僕がキャッスル姫子って名前で漫画家をやっていることはケーキも知ってると思うけど。はい、最初聞いた時はびっくりしましたけど。それで実は急遽明日サイン会をすることにしたんだ。サイン会？それとさっきの漫画はどういう関係が？明日来てくれた読者の皆さんにサプライズで渡そうと思ってね。せっかくだから喜んでもらいたくてちょっと頑張っちゃった。あ、よかったらケーキもサイン会に来るかい？行きます。キャッスル姫子ファンとしては見逃せるはずがない。うわあ、即答ありがとう。嬉しいな。ほら、おざらい、ちゃんと並んでください。どう考えても1階の漫画家のサイン会の警戒レベルではない。いや、事実1階の漫画家ではないけれども。手荷物検査の後こちらへ並び、金属探知機をくぐってください。順番に、焦らず落ち着いて。あ、先生へのプレゼントはこちらで受け付けております。それにしても伊豆殿、このメガネは一体？変装です。姫子先生の正体はもとより、我々も正体がバレてはなりませんので。こんなので隠せるんですか？心配ご無用。このメガネをしてちょっと顎をしゃくっておけば大丈夫ですよ。はあ、確かに警備は厳重だけど、過保護な家綱様の側近たちがよくこんな機会を許しているな。来てくれてありがとう。瓶底？あ、失礼しました。大ファンです。まさか姫子先生が男性だったなんて驚きました。これからも応援しています。うん、励みになります。僕も君のことを応援しているよ。話す時間も決められてるのか。しかし家綱様、一人一人にしっかり対応して
すごいな。さすがキャッスル姫子、大人気だ。しゃくってるけど。ただいま。戻りました。うわ、すごいプレゼントの量だ。読者からの手紙やプレゼントは全て部屋に運ばせてあります。ありがとう。あ、伊豆、ケーキにお茶入れてあげて。ただいま。ふぅ、大盛況でしたね。そうだね。こうして僕が漫画を描いていられるのも読者のみんなのおかげだし、熱心に読んでくれるのは嬉しいよね。これからも頑張らないと。素晴らしいですね。一ファンとして感激です。それにしても、なぜ家綱様は将軍という立場の中漫画家になろうとお考えに？それは、そうだな、僕は人が好きで、絵を描くのが好きで、自分の好きなものを合わせてみたらいつの間にか漫画家になっていたんだよね。なるほど。正直なところ、僕は伊豆や正幸に助けられてばかりで、将軍には向いてないしね。そのようなことは。これでも自分のことはよくわかっているつもりだよ。だからさ、こんな僕でもやれることがあるのはありがたいよ。家綱様、十分将軍に向いてる方だと思うけど。ところでケーキ、ちょっと相談があるんだけど、聞いてくれるかな？なんでしょう？実は今、正幸を国元へ返していてね、人手が足りないところにこのサイン会をねじ込んだから。ええ、つまり締め切りまでスケジュールがカツカツ、大ピンチなんだ。ケーキ、助けてくれるよね？はい、よろしくね。いやー、ケーキは器用だし絵も上手だよね。僕驚いちゃった。来月は主人公の葵がたまたま出かけた小説家のサイン会で警備をしていた SP に一目惚れする話だよ。頑張らないと。今回のサイン会は取材だったんですか？うん、やっぱり実際の現場を見た方がリアリティが出るからね。スケジュールはきつくなったけど、いいものが描けそうだよ。ってことは、あの瓶底メガネとしゃくれた口調ってもしかして？ケーキ、考えるな、感じろってやつだよ。はい、そうですね。こうして慶喜は並々ならぬ情熱を持つ漫画家キャッスル姫子の長い長い修羅場の世へと足を踏み入れるのであった。